FM 那覇78.0 MHz あなたの夢を叶えるラジオ JOZZ0AQFM。 皆さんこんにちは。私たち沖縄アバンギャルドテクノアイドル TC です。よろしくお願いします。最初から間違ったね。でもいいや。はい、 TC のスマイルラボ、この番組はアイスクリーンカフェモアの提供でお送りいたします。この番組は傷だらけの TC が皆さんに笑顔を届けようと思っている番組です。ここで自己紹介させていただきます。中学校3年生14歳海です。よろしくお願いします。高校1年生16歳のさやです。よろしくお願いします。イエイ。ティンシーは沖縄の方言で天の水、雨水という意味があって、透明感あふれるようなユニットを目指しています。はい、今週の傷だらけゲストコーナーに移りましょう。イエイ。前半かっこ全般前半。はい、このコーナーは毎回素敵なゲストに来てもらい、ティンシーとトークをしてもらうコーナーです。毎回最後にゲストの傷だらけになってしまった黒歴史を発表してもらいます。今回のゲストは沖縄一の謎かけ名人、ケイシー高飛車さんに来てもらいました。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんにちは。素敵なゲストでございます。はい、はい、なんか学校の先生みたい喋り方が。ありがとう。はい、自己紹介をしてください。はい、今ですね、ご紹介した通りなんですけども、謎かけ名人という名ということで、沖縄で謎かけをやっております。お、はい。まあ一応、まあその反面会社員もやってますけどね。おお、そうなんですね。ちゃんとまあちゃんとなんか収入はあるんですよ。これはあくまでも特技ということで、まあ謎かけって皆さんご存知ですか？なんか、うん、何かけて何かけて、そんな心は。なんかね、謎かけってね、なんか振りかけみたいな。まあまあまあね、まあ言葉遊びですね、日本古来のね、これを今やっておりまして、まあ、で今日ちょっとなんか皆さんがなんか私に挑戦状があると。あ、そうみたいですね。はい、今初めて聞いた。いや、これからいろんなお題が出されるんだなと思うと、なんかいや、これはまた2人にね、また、謎かけの面白さはこれ今日の放送でね、分かってもらえればいいかなと思ってます。はい、はい、なんかラジオ始まる前にいろいろね、謎かけってどんな感じですか、ね、って言って話題を出した時にすごい ねパッて出してくれてね、頭の回転やばいみたいな。いや、頭の回転すぎてこうなってるぞ。でもラジオで分かんないんだけどって、いや、テカ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 多すぎ。テカぐらいでちょっと。はい、でそもそもなんですけど、はい、謎かけをやり始めたきっかけを教えてください。きっかけはですね、きっかけと、まあ、謎かけと、まあ、謎かけとまず、まあね、どういうものなんだろうっていうものか、ちょっと始めましょうかね、ちょっと先に。はい、まあ、謎かけってね、まあ、よく落語家さんとかですね、あとタレントさんでいうとねずっちさんいらっしゃいますよね。分かんない。あ、そっか、もうちょっと10年ぐらい前だったんですけども。なんとかとかけまして、なんとかと解きます、その心はなんちゃらですというね。でこの3つの言葉を使いまして、うん、そして、まあ、それぞれこの3つの言葉にはですね違う言葉が入るんですよ。でこれで一つのお題から来て、で真ん中があって、うん、で最後にオチがある、うん、でここには、まあ、大体同じ言い方は一緒なんだけど違う意味とかですね、こうイメージ的な同じものとか、それを見て、あ、うまいねみたいな、こういう、まあ、昔ながらの言葉遊びですね。これを即興でやっております。でこれが、まあ、ラジオでですね、きっかけが、5年ぐらい前に、まあ、某他局なんですけど、うん、小刻みインディアンさんとかリップサービスさんとか、オリジンの芸人さんがやってる番組がありまして、そこで生放送で、まあ、そのお題募集して、謎かけの募集していて、でそこから僕が送って、そしたらたまたま、あ、なんか面白いなと、でそこで送ってるうちに、まあ、そこの芸人さんとか、あとその作家さん皆さんがですね、
あんたの謎掛けいつも面白いよと言ってくれて、はい、じゃあちょっと前に出てやってみようかなと。どこでどう勘違いしたのか、でもそれが今となってはこれで、うん、あの皆さんの前でこうわっと楽しませるという芸になりました、はい、じゃあ見かけによらずすごい方なんですね。見かけによらずなんですよ。いやいや人はね見かけによるんですね、うん、でもすごいですよね本当に。やっぱこれが自信の表れみたいになってきましたね。自信がねこんな派手なシャツ着ないってよそんな。あカリーシュウェアですか。これね、まあ、アロハなんだけどこれなんかメッシュ、ね、メッシュでできるで、おあのこちらで探しました。わざわざめっちゃ詳細まで教えてくれて、お願いがあるんですけど、はい、何でしょう。一つ話題を出すので、はい、あ来ましたね、はい、何しようか。そう何にする？さっきねリンゴとみかん言ったらめっちゃ完璧な答え返ってきたから、ね、ちょっと負けたくないさ。ちょっと難しいのやりたいんだよ。めっちゃ難しいのやりたいからな。どうする？何がある難しいの？洋服。洋服ですね。今洋服の話題だった。なるほどね。かな。なるほど洋服ですね。洋服洋服。洋服まあね、まあ、ベターなものだったらね洋服とかけましてハサミと解きます、うん、どちらも着るものですって、うん、ああすね、あすごい。あ最後のこの、はいはい、まあ、最近のようにあの洋服とかけまして、うん、ハサミと解くで最後にここに着るものですっていう同じ共通点が入ります。でじゃあちょっとこれをじゃあちょっとねひねってみようってなるとじゃあ洋服とかけまして洋服とかけまして、クリスマスのイルミネーションと解きます。あの今時期ですからね、はいはい、その心はああごめんなさい間違えました。あとね洋服とかけまして、うんはい、皆さんドラマでね逃げ恥見てますか。あ見てますよ。見てます。わかる。ガッキーね、ガッキーさんが出て、まあね、平正さんいらっしゃいますよ。あ、わかりますよ。平正さんのような男性と解きます。お、はい、その心は皆さんドラマ見てますか。わかる、わからない方は ね、 、まあ、ねここのね、わかるとね。じゃあ、 あのこうしましょう。洋服とかけまして、うん、最近の若い男の子と解きます、うんはい、お、その心は装飾なんです。装飾、洋服は着飾るものね。装飾、装飾物。うん、わからないや。辞典を引いてみてね。皆さんわかりましたかね。多分ね、海たちがちょっとね、ちょっとね、勉強わからない同士なんで。でもすごいんだろうなと思います。もう一個謎かけ、何がある？さやちゃん、なんかあります？あじゃあです例えば何があるか、まあ、好きな場所とかお料理とかオムライス。あオムライス、あいいですね。あでも待って昨日タコライス食べたからタコライスにしてタコライス、うん、まあタコライスね、うん、じゃあですね、あ分かりました。じゃあこれをねタコライスをねお題にしてね作ってみましょう。何を？みんなで謎かけを。おお皆さんでもできますこれは。本当に？じゃあねまずタコライスをね皆さんで、ね、連想するものいってみましょう。トマト、トマト、はい、ミート、タバスコ、タバコね、まあ原材料ですね。はい、あとチーズ、チーズ、レタス、レタス、ご飯、ご飯、美味しい、お皿、お皿、はい。あとね、そうですね。あとまあ最近だと沖縄の観光土産になってますけど、うんうん、タコライスはどこで生まれたかわかりますか？沖縄の、沖縄のどこか、沖縄のどこだったっけ？近い、あ近い近い、いいですよ。読みたん、読みたんよりちょっと上。ね、宜野座とね、あの名護の近くですよ。ほうんとね、うん、これはね、今度なんかあの観光客に聞かれたら金部。あ、近い近い。金部じゃなくて金、金金金、何でしょう、市町村の金座、金座、市町村のうちの市、金村、金村、金市、金町、金町、金町、なるほど、あ、館長みたい。ということで今ねいいのが出ましたよ。ということで、はい、タコライス、まあ、金町ってね、うん、言い方を変えるとなんか別の言葉になりませんか。金じゃ、金町ってこのね言い方一緒なんだけど別の意味で、金町、緊張する、
いいっすね。ああそうですね、はい、そうですそうです、これで答えが出ますね。おということはタコライスとかけまして、例えばじゃあドキドキブルブルと解きます。ブルブル、はい、その心は緊張が生まれます。ああというのができるわけです。あできました、皆さん。できました。でもさ、海たちがさ出した言葉一個も入ってないんじゃん。まあこっからですね、まあ、もっともっとあのよく言うと、例えばタコライスって辛いですよね。はい、でじゃあもう一つ言いましょうね。辛い、まあ、絡める、はい、あの絡めるってなんかもう一つなんかない、あの絡めるさ、こんな絡めるね、そうで絡める。で、あとね、あと皆さんプリンは好きですか？大好きです。わかるわかるわかる、キャラメルのカラメルでしょ。ああいいですね、はい。ということはですね、はい、タコライスとかけましてプリンと解きます、うん、どちらもカラメルが生まれます、うん、はい、ということも生まれます。すごいすごい、はい、やばい、はい、天才。だから一つのお題でもういろんな謎かけができるわけですよ。なんでそんな、あ、うん、なんでそんな上手なんですか？だから、だから頭振り返ってにしたんですよ。生まれ持った才能、すごい。もうね、もう本当にもうこうテカテカなるまで。これで、はい、これがね謎かけの面白さですね。なんかすごい、はい、海たちの年代の方にももっとね謎かけをね知ってほしいなと思いました。それはあります、はい、なんかすごい面白いじゃないですか、はい、でいろいろ頭の回転が良くなるじゃないですか。あのこれはね言葉遊びなので、まあトンチと言いますか、あのまあこう言葉うまく使って、そしてあの日本語って面白いぞっていうのをこうやって広めていきたいなと思ってますね。じゃあすごいです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はいはい、それではここで聞いてください。ティンシーでチンヌクジューシー、オリオンビーツ&スティーブ708リミックス。聞いてもらった曲はついに今月から配信スタートするティンシーと楽園レコードのリミックスからチンヌクジューシー、オリオンビーツ&スティーブ708リミックスでした。ケイシーさん聞いてどうでしたか？はい、今ね聞いてもらって、はい、本当にこれね元々のCD 僕持ってまして、おーですよ ね、 あね、実は意外と、ね、ライブ来てますよ、うん、ありがとうございます、ね、こっそりとね、あのまたこうしてね、あのあのこうしてリミックスも出たりで、あの思うけどのティンシーってあの本当ある意味言葉遊びですよね。こうやってあの昔ながらの歌をこうやっていろんな音をあのアレンジしたりとかして、うん、でこうやって後世に残すわけじゃない。ですね、だから私もだからある意味謎かけっていうものを使ってあのこうやってねいろんな人たちに一つ伝えるってことで、うん、はい、なんかちょっと勝手ながらシンパシー感じちゃっていいかなって嬉しい、ありがとうございます。なんかよくライブに来てくださるじゃないですか。来ますね。アイドルさんとか好きなんですか？あれはね、まあここでね好きなんですか聞かれるとどう答えようかなと思ったんですけどいや僕ね、あの本当正直言いますよ、はい、アイドルさんちょっと苦手なんですよ。ああのでもあのティンシーさん別です。おーやばい、嬉しい。あのね嬉しい、まあ、ここでこう言うとちょっと敵を作っちゃうかもしれないですけどあのねアイドルさんのなんかこうキャーってあのキャラがちょっと、あキャピ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 した感じですか、うん、ちょっとあおじさんが来る場所じゃないなみたいなだから僕はあのティンシーはなんか曲を聴きに来たみたいな感じです。嬉しい、ありがとうございます。で本当にあ面白い歌を歌うなってから、それ でそれでもまあ CD 買って、あでもなんか上も、うん、本当はアイドルに興味なくてそうアイドルやってるんですけど、うん、アイドルに興味なくて、だけどなんか自分がアイドルやってるのが不思議で、うん、毎日が新鮮です。あ でもそれもまたねどこでどうねあそう、うん、変わるか、ね、そう分かんないので面白いですね本当ね。自分も楽しみです今日なんかどこかメインなんだなんですよ。どうもありがとうございます。はいはい、そしてケイシーさんから天使に一言お願いします。あこれねまあ今のじゃあ延長になるんですけども、はい、これからもですね、はい、もう沖縄の面白い、うん、あの面白い曲として残していって、うん、そしてまたあの、まあ、もちろんダンスもいつもねこうキレキレでねあのこう
いい文化として残していって頑張ってください。ありがとうございます。はい、ここでですね、このラジオは必ずゲストさんにね、黒歴史を教えてもらうんですけど、はい、ケーシーさん、ま、教えてください。黒歴史ね、私自身がもう黒歴史みたいなもんですからね。かねあのそうね、今ざっと思い出してみたら、そう、まあ、20年前か、だいたい篠原智恵さんのファンクラブに入っていた とかね。ちょっとなぜ入ったんだろうって今思ったら。あとはね、まあ、これはちょっとね、2人の前で言うのはハードかもしれないんですけど、僕昔ね、まあ、要は大人になってからですよ、ちょっと変な商法に騙されまして、はい、レゴン地獄にはなりました。やばい、もう大変だった。結構な黒歴史を ね聞かせてもらいました。まあ、その時のね、まあ、難儀したのがでそっからですよ、35を過ぎて、なんかこう謎かけに目覚めて、あ人を楽しませるっていいなってから。でもなんかそういう黒歴史があったから今があるって感じですよね。そうですね、今さも言おうとした。ちょっと早すぎましたかね。すいません。はい、今日のゲストはケーシーン高武者さんでした。まだここにいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、それではティンシーのメタクタ音楽コーナー。イエーイ。このコーナーはティンシーのコンセプトになっている影響マニアックな音楽を紹介するコーナーです。今日はディビッド・バーンとマリーザ・モンチの5月の雨をお届けいたします。それでは聴いてください。5月の雨。この曲はブラジルの偉大なる作曲家アントニオ・カルロス・ジョビンの名曲をデビッド・バーンがアレンジして、ブラジル女性歌手のあ、待って、噛んだ。カバーして大物マリーザ・モンチとカバーしたバージョンでした。それでは最後にゲストとティンシーからの告知です。ゲストのケーシーさん、どうぞ。はい、私ですね、今月18日日曜日にですね、こちら那覇にあります屋台村にて、はい、こちら屋台村の、1歳と半年ってことで 1.5 周年イベント、はい、また 1.5 周年ってことはなんですけど、はい、どうも、私ちょっと司会をやらせていただきます。おー、はい、オープンがですね18時半から21時まで、はいはい、こちら FEC さんとかですね、こちらの芸人さんも登場いたします。お、はい、どんどん賑やかになりますのでぜひ来てください。はい、来てください。はい、はい、そしてですね、はい、すいません、最後にですね、じゃあ私、じゃあ最後に一つ謎かけを、はい、ディンシーと書きまして、はい、もぎたてのフルーツと書きます。はい、フルーツ。その心はこれから売れていくでしょう。あー、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。それではティンシーからの告知です。来週12月17日は こちら FM 那覇空港で公開生放送となります。次は11月17日の同じ時間に公開放送します。放送後は FM 那覇スタジオ特設ステージでライブもしています。そしてついに今月サウンドプロデューサー広山哲さんのクラブミュージックレーベル楽園レコードよりティンシーのリミックスプロジェクトスタートします。同じく12月17日の夕方は瀬長島梅風テラスでライブ、そして12月18日は国際通り DD ステーションでライブ、12月23日から12月26日までは東京遠征は行ってきます。そして12月25日には3枚目の CD と配信で真夜中のアンネ・フランクメメントモリが発売されます。この番組はアイスクリーンカフェモアの提供でお送りいたしました。最後のゲスト違うね、ゲストのケーシーさん、ありがとうございました。以上ティンシーでした。また来週。早口でごめんね。バイバイ。